すごい、俺の配信でナイスパって言葉が聞けるとは思ってなかった。初めてなんですけど、一生このスパチャシステムで生活できるのかもしれない。初めてのスパチャのやだよね。スパチャなんてしないよね。いやーすげえなー、ありがとうね。ちょっと泣いてる。ビール飲んでいいか。え、こっからどうするのって、あっこから。あっこまででしょ。あっこからまだなんかあった。ここに今一応ヒントがあったということね。はあ、なるほど、こいつか。あ、そろそろあれ使ってみようかな。なんか匂うっす。匂いの元はどこさ。匂いの元に、すぐっす、正体を表したな。こいつらちょっと強いんだよね。俺嫌いなんだよね。ウィンドウ下まで続けたらメッセージが変わりますと。これは PC と。これ PC だね。PC。スチームのやつです。匂いの元はここっす。マークしたくなるっす。マークしてやるさ。なんかさ、PC 版と、その PS4 とかスイッチ版ってなんか違うの？これ知らないんだけど。犬カップルが襲っていったと。これさ、確か犬系のモンスターに棒切れ使ったらさ、あることが起きなかったっけ？使います。棒切れを投げると犬たちは走って取りに行った。そうやってしばらく遊んだ。あれ、何にもなんなかったな。犬はみんな棒切れ遊びが大好き。さあ、取ってこいと。逃がせるとね。犬系モンスターは誰でもこういう風に簡単に逃がせます。のぶ太郎の豆知識。変な匂いはいいことの前触れでもあるんですね。棒切れ遊びとかさ。変な犬、サンキュッス。一緒に遊べて楽しかったさ。これ実はさっきの首伸びる犬とかワンボーとかもこれ使えたんですよ。うわ、これから出てくる犬系のモンスター全員に使えるんで、まあちょっとめんどくせえなって時は使っていきたいと思います。ナンバー11。メタトンはスターになってもう私とは喋ってくれなくなった。悲しいね。話し返ってくるのはボディがいつ完成するのか知りたい時だけ。あの二人の関係も結構悲しい物語なだったんだね。あのボディを完成させてしまったらメタトンは私なんて必要なくなる。そしたらもう友達じゃなくなっちゃう。もともと友達だもんね。それにあのボディを作ろうとすると汗が止まらなくなる。なるほど。壁にスイッチ。押してみましょう。こいつ可愛いんだよ、こいつ。可愛いんだよ。こっちから寄ってやれ。アマルガム。あれ、こいつって犬じゃなかったっけ？なんか猫っぽいね。あの黒い部分。俺のトラウマ？サンズ？サンズ？サンズは俺もトラウマだよ。42歳の誕生日おめでとうってふざけんなよ。17歳だっつってんだろ。ふざけんじゃない。こいつ可愛いんだよ、こいつ。ほら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 。一回呼ぼうぜ。アマルガムを呼んだ。飛び跳ねながら近づいていった。口から謎の液体が飛び散る。あ、トラウマこいつ？なんでこいつめちゃめちゃ可愛いじゃん。あ、これ猫なの？でも犬じゃん。犬じゃん、これ。どう見ても。どう見ても犬なのよ。ただ、あの、黒い影は猫っぽく見えるね。アマルガムは宙に浮いて人懐っこく近づいてて怖いな。ここでね、ここで。まさかの、前回言ったと思うんだけど、棒切れを投げ、犬系のモンスターは棒切れを投げたら、それでクリアできると。棒切れを追いかけて終わると。こいつにも効くのかどうか。棒切れを投げると犬は走って取りに行った。ほら、犬じゃん、こいつ。こいつ犬だよ。そうやってしばらく遊んだ。ワン細胞は満足していると。簡単な戦いでした。
これをやりたかった俺。アマルガムでも棒切れでいける、どうでしょう、どうでしたでしょう。